そう、あとね、今日かっぱ寿司行ったんだ、実は。 さあ、かっぱ寿司行った。でも今日は家族と行ったから、今度はるかと一緒に行く予定を立てているので、そう、そこでちゃんと写真載せます。 今日食べに行ったの、初めて。めちゃめちゃ美味しかったんだけど。いや、本当にかっぱ寿司入ったらもうね、いきなりポスターが、自分たちのポスターがあって、そう、しかもお席に座ってもポスターなんかあって、紙、何、なんかメニュー表みたいなの置いてあって、めっちゃ嬉しかった。そう、本当にめっちゃ美味しかった。全部、もうまず最初に席に座った瞬間、7種類全部頼んで 全部食べた。うん、そう、家族にも食べてもらって、そう、なんかもうタッチパネルとか、こう、なんかキャンペーンのメニュー開いたら一番最初にあって、自分たちのオリジナルメニューが、いや、本当に嬉しかったって、なんか自分がいることがもう、なんかすごい、すごかった。そうなんだよ、まず着席と同時に7種類パパパパパンって全部頼んで、そう、食べてもらって、みんなに、家族にもね、美味しいって言ってた。うん、あ、よかったって。マウンテンもみんなで分け合って食べました。うん、ね、みんなに食べてほしいな、あれは。海苔のたたき、サーモンたたき包みも美味しかったし、あと私の考えた、サーモン漬け、いくらのせ、めっちゃ美味しかった。なんか我ながら を食べて、うん、美味しいやんみたいな 動画をしちゃったよね。うん、そう、まあでもね、また行くので はるかと一緒に 今日写真撮ったんだけど、それはね、また今度載せます。そうなの、やっぱり最初に、そう、ちゃんと写真 SNS に載せるのは、最初に約束した、そう、はるかと一緒にの写真を載せたいなって思うので まだ載せません。うん、拍手見てる。え、結構マジなくしゃみしちゃって、今めっちゃ恥ずかしい。そう、今日は朝からね、サンデープラス見て、はい、見た？ 見ましたか？そう、もうこうテレビ見ながら、めっちゃ同時に携帯で追っかけて、そう、いいねしまくってたの。大塚菜々美と新潟一番サンデープラスで検索しまくってたら、なんか多分10分くらい、15分くらい経って、すぐなんかもう検索すらできなくなって、そう、よくあるのよ、たまに。もう短時間でいっぱいエゴサしまくって、こういいねしまくると検索さえできなくなって、うん、でも後半ずっと
制限ついて、あの見れなくなって。いいねできなかったんですけど、本当にすみません。解除されたらちゃんと全部見ました。そう、うん、でもね30分くらい、あ、いや分かんないどんくらいで解除されるのか。でも数十分で解除されましたちゃんと。でももう放送終わっちゃって、うん、ちょっと鼻かんでくるわ、待ってて、あの一回止める。待ってて。